3番鈴木光大が抑えに行きます。2番青柳光輝は送り出していって、1番青井健二乗り換えて4番手です。西日本は下げる対応、鈴木光大抑えました。ジャン前のバック少しペースが緩んで抑えた鈴木光大、後ろを警戒です。後ろに6番山田義彦、5番大谷正弘、1番の青井健二、4番手ジャン杉の2センター発進を取る、2番青柳光輝かましに出ます。マーク陣がついてくる流れで3番鈴木光大へもダッシュして応戦だが、さあ先頭踏み合いは2番青柳光輝、3番鈴木光大は飛びつきになるか、4番坂本周一、3人が出切りました。立ち遅れた1番青井健二が最後方からまくりを繰り出してくる。さあ青柳の逃げを追って最後方から一気に1番青井健二のまくりは4番手が関の山田、先頭は2番青柳光輝、内飛びついている3番鈴木光大、外から7番池田亮、さらに4番坂本周一も追い込んでくるが、青柳光輝降臨、逃げ切りました2番青柳光輝、強い先行逃げ切り勝ち。